カノンちゃんは音楽科に入ったとしても一番と言われるくらいとても歌がうまいって評判でしょ。レンちゃんは生徒会長、子供の頃からフィギュアスケートにピアノ、千里ちゃんはダンスの大会で優勝するくらいの才能の持ち主。それにもともと芸能の仕事をしていたスミレちゃんに、スクールアイドルのことを誰よりも愛し衣装作りにも才能を発揮するクークーちゃん。入部しても練習についていけないんじゃねえかってみんな言ってる。私はよく知らねえけど。